さあ、今回第何回なんですか。19ですね。あ、2021-22シーズンボリューム19キング。じゃあキング、キング1回戦先鋒対決始めまーす。よろしくお願いします。はい、決勝1回戦第1試合は開幕イケゴ VS モデルですね。スタートしてください。イケゴ VS モデル。これイケゴさん、はい、春里多いですね、今日。そうね、なんかかぶされてる感ありますね。春里相手にすることが多いですね、今日は。さあ、ここ、先鋒対決どうなるかですが、モデルがエレナ戦どうかというのは、あんまりイメージがね。そうですね、あとは、僕が気になってるのは、はい、このチームがもし負けてしまった場合、当分僕と富永さん姿を消します。もうゴミ終わっちまってるじゃねえか、お前。当分大変さんとは無理やり合わないようにします。腹立つ。さあ行きましょう、先鋒対決、イケゴエレナ VS モデルチュンリー。エレナは多分モデルはあんまり対戦経験ないと思いますよ。そうっすね、そうなるとイケゴさんに飲まれるかどうかというところ。さあ SA はブレイブ飲み込んでますね、これは。やっぱりイケゴエレナのいいところは、はい、まあ、当然フリキャラだということは分かってるんで、はいはい、とにかく押していく、早い展開作ってですね。イケゴエレナがこう様子見始めたら、その試合はまずいと思った方がいい。なるほどね。まあ実際ね、タイプとしても前に行くスピーディーな展開をまあまあ得意としてますからね、イケゴさん自体が。ああ、いい確認。まあ猪之助みたいなもんですよ。さあ剣入ってアンブロ投げ、うーわー、スピードが速い速い、小足ブレイブ決めて、だーリバタって見えたけど、繋がってるんです。多分立ち上げかなんか振ってクレーム消費して持続で中断埋めましたね。はい、素晴らしい。よくわかんないですけど、すごかった。お前マジで焼肉しか頭にねえのか。いやいやいや、もう真面目な解説ですから。ブレイブの後はね、当然ですけど、クイックが取れない。ここですね、イケゴさんがどこまで押していけるか。確かに、だこのカードは結構一般的にはダットリー有利と言われているんですが、でもこれヨモダ街のダットリーが何年も本当にダットリー有利なのかっていうぐらいダットリーが勝ってないから。勝ってないし、ヨモダはもう言ってます、俺エレナ有利なんじゃないか、そうって言ってるぐらい、ヨモダも嫌がってる組み合わせです。さあ、あのヨモダに対してイケゴエレナが圧倒的に体力リードを取っている。さあ、ジャックマシカニは当たらない、画面端まで持ってってタチくらい。これもうあれですね、今のはわざとタチくらいでしたね。あ、お互い、あ、これ今の投げでかいですね。めちゃくちゃでかい、マレットが届く。なんかね、ヨモダが心なしか、これどうするんですかね、難しいですね。これちなみに、はい、イケゴさんが2立てするとボスは本当にキャラ悩むと思います。悩むと思いますよ。あー、引っかかって小足リンクしている、カニは届かない。うまい。うわ、強いイケゴさん。いや、ヨモダが何もできてない。今のは無理。ダートコーク、ここでちょっと仕留めないのまずいですね。あ、これはここの画面足でもこれで仕留めないとまずいです。さっきガッパーコーク、もう次も絶対見せるな。これはまだ関係ねえのか。最大ですね、もう IX でちゃんとジェッパーを気にしてガードですね。当たんない、届かない。まだしから見てくるんじゃないですか。うぅふふふ、こえ、あー、 EX マレット、すごいね今の流れ。絵がうまいし、サーロもうまい、うまい、体はムキムキ。いや、いや、これマジボスさんどうすんの、どうするんですかね、はい、あ、迷わず言うんですね。言ったか。だかこれはもうやっぱりこう全体のことを考えたら言うんだろうと。ただ言うはやっぱりこう事故も起きやすいキャラなんで。そうですね、ダットリあたりでバチンと当たっちゃうと結構おっかないですからね。テンプラもこれしっかりこう戦わないと。そうですね、か危ないですよ。で普通にこの組み合わせね、結構エレナがぐちゃぐちゃにちょっと見ますからね。まあでもこれあれですかね、その自分が切羽詰まった時にじゃあどのキャラを使うのかっていう選択をしなきゃいけない、選択をしなきゃいけない時にまあユンを選ぶってことですか。はいはい、そうそう。
さあエレナ優勢、上減った。コボクがね優秀なんですよ。あーいい曲技ですね。ガッコっていう技は優秀じゃないんですけど、コボクはね優秀。あ今のはない。おおおおおこれ来たぞ。当たっちゃった。これは来た。さあこれは美味しい。コンボ調整したと。そうコメントにもありますけれども、汎用型の最強兵器を出さない。はいはいはい。わあ、やばいですね。今のバックジャンプダイパンで、あれを潰しているのが、普段やり慣れてるっていう感じです。確かに。なるほどね。うわ、シャガチュー2章入るのか。あ、今の入れ替わっちゃったのちょっと想定外ですね、多分。さあ画面端絡んで。この画面端早く抜けないんです。ああマジか。早く抜けないと本当にきついです。もうしょうがないですけど、これは投げて、これはね勝負するしかないです。うーやってきた。あれをやるしかないです。 EX? あっそれはまずい。これはこれ鉄山祭りです。突撃してきますね。鉄山祭りなんか夏ですから。よくあれいつだか、はい、あのマッスル祭りやったじゃないですか、あの夏の大会で。あ夏の陣ですか。あの花火上げたマッスル祭りが、あの秋葉の e スポーツスクエアで開催された時あったんですよ。花火上げたってあったっけ。花火上げたマッスル祭りが行われた時あったんですけど、あの夏いつも3オンやってるじゃないですか。ああまあまあそうですね。で逆に今ボスが祭り始めましたね。これはね味方を着始めましたね。怖いですよ。さあそして結構キーポイントに、これねこれはかなりキーです。テンプラ君があるカーブですよ。だそれをボスがまあ、どこまで正確にプレーをして勝てるのかというところなんですが、これはちょっと痛いですね。あ高いですね。大パンで締めて、うまいですね。いやーどっちか分かんないラグビー。今のマジ見えないね。今ガードしてた表だと思いますけど、うまいですね。さあ開幕発動して、ってあ今のは一発しか当たらなかったですね。惜しい。それ分かってて最速でちゃんとキャンセルしましたね。どうするか。もううまい。うわ中大根冷静ですね。ボス投げて画面端、ね、わあ暴れさせない。ナイエキシェルドミンチャ作りに行ってガードしてたんで、はいはい、あそこは結構なんというか距離を縮めに行ってプレッシャーをかけつつ何もしないで圧だけかけると恐らしいなっていう感じですね。あー狙ってたようなムーブだったが冷静ですね。あーこれで2本目寝かして今のもコークを警戒してたんですけども、ここはうまくいきました。やつ入って前中継は確実にダメージが取れるカードなんで飛びが刺さる。入れましたが、いやこれユンゲージないのきついよ。そうですね。まあただ若干ゲージ溜まってるんで無理やりいきました。これでかい。カニだと思うでしょう。今のは上は正解だよ。今のは上は正解ですね。だこれでボスのコンピューターがちょっと狂い始めるかなっていうところなんですけど冷静ですね。いやしっかりコンボはミスらない。冷静ですね。これ危ない橋を渡らない。あ初めて当たりました。ここで大絶唱しっかり決まって逆三リーチ。いいとこありましたかね。いやボス冷静ですね。さあ大将ルーユリアンですが、まあユリアン使いとして、まあでもこれでユンを選択してたことがやっぱりだいぶ初めて行きますからね。行きましたね。いやきついなこのカード。ボスのユンとルーのユリアンってあんまり見ないカードですね。見たことほとんどないですが、なんか1回見たかなっていう記憶があるぐらいであんまり見たことないですね。いやボスさんのテクとねローリスクな立ち回りだとねユリアン捕まえられないですよ本当に。ユン使いの中でもやっぱりボスはかなり厳しい方。厳しいっすね本当に。もちろんね勝負みたいな火力があるタイプというんではないんですが、はい、とにかくバランスですね本当に。さあここもこれねコモクがねいやマジハンド機能します。そうなんですよ。しゃがみチューパーも強いしライパーも強いし、はい、これはライバーですよ。ユンが有利と言われるカードですが、まあ、だがしかし、まあ、ユリアンは本当に仮にその強いユンが相手だろうがありますからね。はい拾われてる。あこれ惜しい。これ肘入る入る、うん、バックしてから拾えずだが問題なし。鉄山で割ってきた。マジか、まあ、リターンしっかり取ってます。ゲージも回収できてる。ガードしてやってないのに弱弱確認歩き投げですから、ね、やべえな確かに。そう
これは上だよね、やっぱり。いやー、広い、高い、ちょっと高さが難しい。まあボス自身自分でイニアンを使っていますんで、強さも弱さも分かっている。おー、サイズうまいですね、今のライギー。なんかさっきも使ってましたけど、さあどうする、最後。いや、いかない、もうゲージ溜めるまで下がる可能性があります。これは EX 切断使ってきたか。あー投げる、ジャンプチューパーのわずかに下をライギーでくぐってきました。匂いが、焼肉キングの焼肉の匂いがしてきたぞ。さあ、ボスユンリーチ、スフィアイズ、これはブローラーズに画面足、ない、そう、項目ですね。浅い手前張りは大体あれで動かせます。ないですね。で、これ、あのしゃぐみチューパーが本当にナイスナイス今、潰しましたけど、基本、割と終わってるレベルで、HS にも中攻撃以上なんで壊せるんですよね。壊せますね、これですね。横しか通る、さあ、チュアシャスト、これは繋げないが、有利状況から発動なんで無理をしてずに、まあそこそこですが、はい、ハラミカノのカレ、あった注文ミスか、これは発注ミスなのか、注文ミスだ。2枚目崩れない、ナイスガード、これはナイスガードです。発動しない、イエキサ入っちゃって、キングコース最上位、あー最上位だ、牛タン付きです。ノーサイズ、今ペッパーくんが運んできましたね。腹立つわ、勝利を運んできました。今でボスさんが勝つとお前が焼肉食えるんだよ、腹立つわ。これは勝利が、勝利をペッパーくんが運んできましたね。はい、勝ったのはボスヨモダモデルチームでした。はい、じゃあここですよ、参りましょう。続いて YSB チームショーバーサス富木にやり返さなければいけない。そしてショーが張ってきたことで、はい、クニさんはさっきちょっと怒ってました。ええ加減しろと、舐めとんのかと、2回目はないとで、そして富永さんは思っています、焼肉が食べたいと。お腹は空いてる、いつでも食える準備はできている、そういうことやと。さっきやっぱりボスの鉄さんはやっぱりかなり匂い感じましたよね。相当香ばしい匂いがして、香ばしかったよね、かなりね、相当いい匂いした、なんていうか相当いい匂いして、ロースターで空いてるあの匂いが漂ってきたよね。そう、あのだって換気扇の音聞こえたもん。そうだよ、聞こえたね、ボーってモデルヨモダがやられても匂いとね、音してきたもんね。まだだってあれだもん、炭消えてなかったよ。炭消えてなかったね、全然うまいね富永さん今の表現炭消えてなかったっつ、当たり前じゃないですか。じゃあ、まあ、行く、はい、今先方を決めております。富永国三村チーム対、TMYSB ショーリベンジマッチになりますね。リベンジマッチになりますし、 2P 側が、BM になりましたが、これね、でもさっき熱かったのがやっぱりこれは俺見逃せないんだけど、はい、ルーさんいたから上に張らなかったっていうね。なるほど、いや友情感じたよね。さあ BM の絆を感じましたよ、本当に絆を生かして、ここがどうするかですが、ミモラ YSB、 いや富永 YSB、 富永 YSB、 はい、あ、さっきやられてる顔ですね。そうですよ、これはぐるぐる回してたやつですよ、さっきリベンジマッチソロ1富永 VS YSB、まあ、やっぱり2回負けるわけにはいかないんですけれども、僕はですね、個人的にはですよ、はい、あの勝ってる相手に2回目やるにあるんです。あーそうね、まあ、ちょっと分かります、分かります。2回同じ相手とはやはりやりたくない。で、逆に負けてるとやっぱやってやろうって気になる。あー、なりますね。しかもこれ多分普段トミニーがやっぱり引いてると思うんですよ。そうですね、うん、アタミさんとしては、まあ、やっと一緒取ったところでもう一回っていうのはやっぱりちょっとね、難しい心のところがあると思います。このトサミデスタン、ダイパンスタートだったんですよ、ね、ガラクサンスタートではなくダイパンスタートで、その前にちょっと溜まってましたね。はい、ただ、おそらく正中線がうまい誠よりも富永の方が若干やりやすいんじゃないかなと思いますよ、 YSB としては。あー、なるほど、でも難しいけどね、どっちも。ある程度
こう技振りができるようになるんで。あ、はいはいはい、そうだね、確かにステッチよりはまだやりやすくなる、ね、うわ剣、うー今のすごいね、ここは非常に安定している、危ない、あうまいっすね今の、あやばい、マイスリングもうまい、ここも切り替えてジャンプダイバーのヒット確認をしておりました、うん、富永、あー届いてる、結構危なげなくですかね、高度な技術はありましたが、ここは富永がしっかり取りました、やり返しましたね。さあそして TM がいきます、これはもうあの小大将に置いた大将小指数です、そうですね、さあこここれもまたおっかねえ組み合わせでした、予選も当たりましたが、これどうなんすかね、富永対 TM ってどうなんでしょう、今のはちなみに今の P は完成してないですか、完成というか1回目入ってないですか、入ってます、はい、画面が揺れたら入ります、揺れたら入る、はい、画面揺れるか点数上がるかゲージ増えたら入ります、あ、そうです、はい、あ、やず、そう、キャラがあって、さあこれは、まあこれはうまっ、かつてあの黒田の誠対、あ、黒田の9対あの桃地の誠っていう、はい、2009年の攻撃で2人チームの MOV 黒田対桃地の誠が無双するっていう一シーンがサードシーンがあったんですけど、はい、まあ、やっぱり誠対9を見るとそれを思い出しますね、だやっぱりかなり誠が有利だと思います、もうサード屈指の厳しいカードだと思いますからね、正直バテを取って、ちょ今やる気どなげ、今すごいっすね、今の今のやばいね、あーっとー、これは富永スペシャル、あ、目指してる、あ、これはあるのか、バックステでクロス、まあ、お互いコマンド投げ使いですから、ここはコマンド投げに命をかけた男同士の戦いです、欲しい、さあ腹部ですね、いや、TM さんはやっぱり見ることに命をかけてますから、うわー、プロってノータイムでいったか、まあ1本取ってるからな今のはな、まあ、でもしかも今のはそのちゃんと突進を取った時にどの距離でもダイパンが多分あれ入るんですよ、だね、だし突進がしかも遠目だったからあれ含む当たんない可能性もあったぐらいの距離でしたね、迷わずダイパン、あれは素晴らしいですね、さあそしてここからが本当に本番ですよ、さあ大将将に課せられたノルマは逆算のみです、まあ、やっぱり先ほどボスのユンゴンの活躍を見てますから、はい、ショーもね、やっぱり思う、やばいね、今のね、思うことはあるでしょう、後ろ投げ、まあでもショーも多分こう一人で絶対やってやれるぞって思ってますよ、そうですね、先ほどもこの対戦ではショーがしっかり締めたというところでしたから、スペシャンカナの投げうまいですね、今、あっ足らないですね、たまらないですね、うわうまい、雷撃で戻っ、うまいっすね今のバックジャンプブロー、このディフェンス力な、ジャックチェスト、あれブロール、すごいね、あすごいな、最低級のホリブローでしたね、ヤックも大概うまいですけどショーもうまいっすね、うまいっすね、あーっと1撃じゃんけん2回でした10秒、これはまあまあ琴ユンヤンっていうのはこういうゲームですから、まあ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 、体力と体力差の話ですね、さあ大将の正体、先方の富永ですね、一番長い技を引っ掛けてきた、待って、これで半分減るの、表から怖い、ガードジャンプでしたね、そうです、中盤ローゼッション、あー今の中盤ローゼッション、マジですか、おっと、うまい、そのうまい、うまい、うまっ、前方漏れじゃございません、うまい今の、やばいね今の台形、大パンで拾ってコンボまでいけると、パーティーンがやばいですね、パーティーンがやるわ、やっぱりこう浮かせで割るのパーティーンがすごく種類が豊富、やる今の、焼肉キングも種類が豊富ですうるせえさあどっちが行く、まあ、これは僕の作にでしょうね、うん、
だでも大将ですから。そうだね、もうあとは3人に挑むだけですから、うん、で、まあ、ショーに向かついて2回目張り上がってって思ってるところがあるでしょうし、もともと2人チームですから、このクイニーとミモラはですね、はいはい、今日はもう2人チームみたいなもんですからはいはいって言っちゃったけど今の違うわさあ 1P 側が中堅クリ、 2P 側大将ショー、まあ、怒りを力に変えてほしいですね。なるほど、やめ2回張られてなめんなよと。さあ力という名の伝人に変えられるか。ただやっぱりショーかなり本当に自信持ってプレーしますね。そうだね。さあ表裏が分かりにくいこのやり直し、いやこのやり直しは大きいですね。その後の精度がやっぱ高いよな。でこの中足の距離皆さん注目なんですけど、あれめちゃめちゃうまいんですよ。あ実はまあこれはもう無理やり力でいきました。あの中足はね非常にうまいです。HK の外の一番めんどくさいところ、ブロッキングさしてアッパーが入らない距離なんですよ。あれカラキャン、しゃがないカラキャン焼きソフトになっちゃいました今の。えしゃがないカラキャンになってた。カラキャン、うん、焼肉、アテンジにしゃがないモーション見えててカラキャンで焼きソフト出ちゃった。カラキャンの焼肉、いやうるせえさあここはあとして、さあこれまでも伝人のゲーあっと早い、減るのが早い、うわーっとある。これで次はたまるが前風呂投げ、あのクニー怒るやつですよ前風呂投げ。これは崩れてー、これはもうクニーさんが怒りを力に変えましたよ。ねじ伏せました。怒りを力に、これは素晴らしい、素晴らしい勝利。スタンチちょっと溜まってたね。ため早いからさすがに。よかったよ。いや徳良さんがいたらやられたけど、ね、マジでため早いからこっちは。今見たっしょ、ためためるの早いから。でもこれあれですかね、富永さんは太平を一歩マスに、はい、次のマスに駒を進めてしまいましたから。そうですね、太平さんのキングチャンスを与えてしまったということですね。いやうん、これしかも次あれじゃないですか、はい、焼肉対決じゃないですかこれ。そうだから俺たち、俺が勝てば焼きたいじゃないですか。太平さんが一歩駒を進めて一歩駒を進めますね。俺らが負けれれば、はい、俺らが焼肉に手が届くと。 なんかどっちも得するみたいな感じで言ってますけど、そう、ね、そうね、確実に太平が、うん、あなたたちが勝つと太平がしか得しないっていうだから富田さん、あのちょっともうここだけの話、うん、もうあなたが優勝したらすぐ帰りましょう、うん、僕ら。そうね、そう、僕らあの富永さんが優勝したら最速で帰りましょう。最速で、うん、最速で自分の金で牛脂が行こうぜ、はい、最速で自分の金で、最速で太平には渡さないで。もうみんなあれですよ、太平には内緒ですよこれ。そう、絶対そう、オフレコで頼みますよ、太平には内緒ですよこれ。もうそこ帰りますから、秘密裏にいなくなるから、はい、もうだこんなね小声で話してますからね。そう、はい、だって聞かれたらまずい話。聞かれたらまずいです。さあそして今は太平さんどうしてるんですか。あ今先方聞いてるんですかね。そうですね、カミーさんとカミーライアン、アーロン、ライアンとアーロン、攻守あるか KM。 おハローハロー、聞かれたらまずい、記録に残っちゃうんです。あ、今日これ記録に残っちゃう、大丈夫、記憶にしか残んないな、大丈夫、消せるから記憶じゃなくて記憶と記録を消す力を俺たちは記憶には残っちゃうんですけどね。始まった、来た。さあこれは先鋒戦がアーロンのネクロ対アルカさん、アルカの竜。さあ竜ネクロというカードになっておりますが、一般的には有利と呼ばれているこのカードです。だがしかし画面端に持っていけばアーロンも力強い動きを見せます。まあ竜は位置をポジション取りをそのままで画面端をキープしながら、ここはうまく EX ゲージ使っていきます。入れ込んでいく。さあそしてここは無理をせずゲージを貯める。アーロンは
エレクが2本溜まっている状態、画面端に1回持ってってしまえば一種です。さあここもターゲットを確認している。まあ圏内だよね。クルタケ受かって持っていければ、ドリに対しては中継投げもグラップ、ジャンプ台形2回やる。まずはアルカの竜がラウンド先制。状況は変わらずですが、このアーロンがエレクトリックスネーク2本溜まっているこのゲージをどういった形で使っていくのかというところが注目です。ライアン、アーロン、そしてカミーノ、ラトリーという構成ですが、まず1本目小足、まあ、杉山っぽい動きをこうセットプレーを交えつつ戦っております。だがしかしアルカは非常に堅実なプレイヤー、ガードを固めてしっかりと無理をせず立ち回っていく。ネクロに対して有利な状況であるという、有利なキャラであることを理解しながら立ち回っております。このアルカ投げて、さあ追い詰めて投げる、この投げ系を投げ減るんだね。アルカが先鋒戦を勝利しました。そして、アルカチームはアルカがやられて神井ラットリー、神井さん座りました。あー、ごめんなさい、アーロンがやられて神井ラットリーですね。アーロンさんからの神井さん、まあやっぱりチュンリーがね、どうしても大事なカードなんで、ライアンは残しておきたいという考えでしょう。大将、さあそしてアルカは真空波動拳竜という非常に、まあ、希少種ですね。真空波動拳縛りですからね。さあチュヤシ竜巻、中盤全て EX 波動拳、中盤大足で、あ、杉山さんだ、先生アルカ、杉山さん竜有利だった。ネクロ竜は竜有利だって。ネクロ竜は有利、有利です。杉山さん言ってるから間違いない、はい、有利です。さあこのダットリーが水ジャンするだけでね、何かが起きますからね。怖い。堅実に堅実に立ち回っていくアルカですが、ここは前中継からこう崩してしゃがみ中盤リープ、前中継今のは出さず、アルカがここで取らなければいけないという判断なんですが、 EX ジェットアッパーでここは状況を戻していきます。さあさあこれで今のしゃがみ中盤でアルカはあと1撃、最後は前ライパン取り返します。神、そしてコーク2本溜まっている神ラットリーに対して、勇猛果敢に半分ゲージを取っているのはアルカの竜、真空波動拳のゲージ1本溜まっている状況です。めっちゃ走りますね、はい、走って走って、うわっ、ここは耐久しゃがみ中盤コーク、だー低かった、ダッキングアッパーコーク決まってポン、壊し壊しコーク、じゃんけんポン、バラードのアサルを得ない、そして下段が飛んできて無慈悲なバラ、神中堅で相手の先鋒アルカリウを倒しました。やっぱりダットリーなんだよな。 KO したのは神ダットリー、そして、お互いが中堅戦、中堅戦となります。コーシュンが行くか KM が行くかというところです。続いてここは同キャラになります。同キャラ、これはもう選択する側として、大将ライアンチェンリーがいる状態で、 あえての間違えた、まあ、先にあれですかね、大将でケンチェンリーやるよりはチェンリーチェンリーの方がいいという判断なんですね。まあダットリーにチェンリーを当てたいところですが、というところですね。まあ、本人コーシュンがちょっとそれだったらチェンリーチェンリーの方がいいという気持ちなんですかね。さあ KM の剣一文字、これはマジで分かんない。あでも、まあ、あのカード的にはかなりいいカードと言われてますからね。いいんだこれ、結構いいんだ、かなり、まあ、ゴブに近いカードだろうということで言われている。なるほどね。ダッキングコーク、まずは神が大きい一撃を入れていく。うおマジ、あそこジャンプ命がけ、命がけだろう。あれこけたくない、もうこけるわけにいかない、投げられちまう。体力リードしている神としてはここはゆっくり立ち回って、中足波動陣内、
まあだがしかしまだいろいろなものをケアしなければいけない状況のゲーム。あっとーた瞬間から陣内さあどうなる、一旦振られましたが昇竜拳、いいアクセルっていった、昇竜拳を破らぬ限り来たね昇竜拳、ここで来ました。全身無敵が欲しかったということなんですかね、うん、昇竜拳命がけですよ、あそこショートとかの。大昇竜って全身じゃないのかな。フレーム何フレームか無敵だよね全身。あ、そうか、そうか、フレームも気にしたところか。そうそうそう。最速で出る DX 昇竜拳を選択していたと。そういうことですね。さすが富永さん、頭がいい。フレームの富にですからね。はい、フレーム何でも聞いてください。投げてここは。お、しっかり中堅戦勝利したの KMK、 めっちゃやってますから、20年やってますから、さすがに20年前は富永さん、はい、何してたんですか。20年前はまだ生まれてなかったかもしれない。まだ生まれてない、うん、そんな感じですね。そう、さあ大将ライアン VS 中堅の KMK です。トーナメント1回戦第3試合、V 号機は20年前ぐらいですね。 V 号機はね、多分30年ぐらい前。30年ぐらい前、そう30年ぐらい前ですか、 V 号機。そう、 V 号機俺が10歳の頃だもん。30年前か、 V 号機。そう、俺が10歳の頃やってた、懐かしいな。さあここはライアンペース投げて、まあ自分で要するにチェンリーに行くんだったらダットリーの方がいいなっていう判断で、まあ、いった以上ここは、まあ、もう役目は果たしている状況です。もうあとは後進にバトンタッチしてもいい状況にはなっております。負けてもいいし勝ってもよし、前中 K 大 K、 そして中足ージも溜まっております。そうよ、正義のキャラしか使わないですからね、トミニーは。しっかり、投げて、ちょっとね、元さくらの店員がね今来てるんでちょっとびっくりしちゃいましたよ。いや、ニュートンもさくらも僕からすれば僕からすれば僕を育てた男その位置ですから。なるほど、でんでん、さすがライアン。そしてやはり大将、大将、そうですね、大将。まあゲームとしてはここはバトンタッチで大将戦なんで、まあ、あとはコウシュンと、チュンリー、チュンリーがどういう形になるのかといったところなんですが、まあやったよねと、やったやった。そしてさあ大将戦です。ライアンチュンリー対コウシュンチュンリー。さあチュンリーチュンリーといえば富永さんなんですが、富永さんどうですか。これチュンリーチュンリーは、はい、やはり、はい、中足を振りながら、はい、どれだけ魂がこもっているかという、ね、中足にどれだけ魂がこもっているかでやはり勝敗が分かれちまうと。そう、今ラウンドを取っているのはコウシュンですが、コウシュンの方が魂がこもった中足だったということですね。いや、今台形が強かっただけです。台形が強かっただけ、はい、ちなみにチュンリーチュンリーはどこで差が出ますか、はい、チュンリーチュンリーはやっぱりどっかで台形を当てなきゃいけないんだけど、台形、要するに魂の中足よりも台形の方が強いということです。そういうことですね、そういうことですね、技の相性の話よね。今の中足当てていったのはライアンなんですが、今の中足富永さんどう見ますか。魂だと、魂、ライアンの魂の中足だということです。いたでしょ、今出てたでしょ、魂、魂が出ていた。そうよ、さあその魂の中足を振ったライアンがこのラウンド取り返せるか。追い詰められている状況は変わりませんが、前ダッシュ大慶砲翼戦、大大バック蹴りから攻守どうする。あと投げ一発という体力だが、あっと走ってきたところに中足、砲翼、今の中足はどうですか、富永さん。魂がこもっていた、魂がこもっていた、魂の中足を当てた攻守が勝利、大将戦勝って2回戦進出です。ですと、4という形になりますね、準決勝ですね。
さあそして吾妻の相馬でこう痛い阿部茶子太郎騎士です。ファイナルトーナメント1回戦第4試合、ヘブン相馬さんデコイさん VS 先ほどの死闘を繰り広げた阿部さん茶子さんタロキッちゃん。これあれですからね、相馬、デコイ、アガツマに関しては、はい、うちやられてますんで。あ、そっか、同じ。あのね、このチームずるいんですよ、はい、あのねユリアンっていう強キャラがいて。そうね、ユリアンをね両チームとも入れてるんですよ、うん、本当だ、はい、いる。やっぱりね頭がいいんですよね、ユリアンをね両チームとも使うっていうね。だいたいさ3人いてさ、はい、ユリアン入れてきたらさもう勝ちに来てるとしか思わないよね。そう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 、我々楽しみに来てるのに勝ちに来てますからね。だってさ徳良さん日曜日さ休みって何日ぶり、はい、いやもう本当に久しぶりですよ日曜休みなんて。1ヶ月に1回ぐらいしかないですから。そんなさ有給取ってますから僕、そうマニアックスは毎回有給取ってますからね、僕。これさどう思います、午前中仕事して、はい、午後は半分有給使って、うん、マニアックス来て、うん、ユリアンですよ。だってさ楽しいさ、はい、日曜日のさ午後さどんなワクワクがあるんだろうと思ってさ。そうですよ、もう全国のユリアン使いね、特に RB 本当謝ってほしい。どう考えても日曜日のなんかこうテンションが、はい、もうだだ下がり。いや本当ですよ、さすがにみたいな。いや本当に、RB に謝ってもらえればいいかなって思うんです、うん、だから言って言い方を変えれば日曜日に、はい、もうこのゲームセンターに来て、うん、ユリアンを見るたびに、うん、RB に謝ってほしいって思います。ユリアンが出てくるイコール、はい、RB さんに謝る。そうです、なんかこうユリアンユリアンですよ、ホラーと皆さん。これはユリアンユニアンですよ。これは穏やかな日曜日の夕方に。いやアレックスはやっぱりこうね家庭があるわけじゃないですか、はい、RB も家庭があるんですよ、はい、RB も家庭があるんですけど、はい、RB に謝ってほしいですね、そこはね、はい、そこは RB さんね。さあユリアンユニアンです、強キャラ同士の対決。さあ先方はこの茶色い方が茶子さんで黄色い方が吾妻さん AKAヘブン。お、いった、タックル、ヘブンのタックルが入ってはめる、跳ね返ってタックルは当たらず、チャコ太郎ユニアン対アガツマユニアンの対決です。さあ令和のスフィアが飛んでタックル、エイジス。さあここは堅実に立ち回っていくチャコ太郎のユニアン、ゲージがだいたいお互い同じぐらいの状況ですが、タックルです。うわなかなか難しいねこれは。あーこれうまい、おジャンプ弱系、マジか。今のは投げかくったけどちょっとお互いどちゃったね、どっちゃどっちゃ。さあ1ラウンド取ったのはアガツマユリアン。さあユリアン同キャラとなりましたが中足、大足、ここは使っていく、うまい、うまい、当たってるぞ、最高の形だ、がつまいにゃん、タックル、タックル。さあ、ここはもう無理をせずに、まあ、前ダッシュだけ気をつけたいというところですが、その前ダッシュが当たり、チャコにチャンス、速攻で裏回ったかな、おっと、到着練習、タックル、しゃがみライパン、できるんだけど、できるよ、今の。今のすごかったですね。ちゃんと太平が今全部見てたのに見てなかったうちに勝ってるみたいな感じで、今上がつまいみたいな、今上がつまいのマウントですよこれ。上から太平来ましたね。上から太平ですよこれ。来ました久しぶりに。はい、さあそしてこれはかなり楽になりましたね。やっぱり このチームでチャコ太郎を倒すという。まあ、あのアブチャコ、タロキシでチャコ太郎1枚落ちるというのはかなりダメージ的に大きい。ちょっとレシオが崩れましたね、はい、アブさんはだってユリアン戦好きだから、まあ、これやっぱり3枚が3枚大事なカードですから、でレコイと、アガツマと相馬さん、相馬さんに関しては、まあ、やっぱりこうレコイが大将張るチームだとは思うんですけども、相馬くんが控えているっていうのはかなり大きいですね。
でそして吾妻がここで先鋒戦勝利したというのは吾妻の仕事内容でかなり大きい、相当でかい、まあ、2人をだいぶ楽にしましたね。あ、ギリ届いた。そしてここでやっぱこのチームね、チュンリーがいるんで、そうなんですよ、ここで阿部が出せるっていうのがやっぱりでかいですね。ですね。このユニアンに対して阿部いびき出せるんですよね。これはかなり大きいですね。阿部さんじゃなければチュンリーでちょっと抑えに行くような展開ですよね。ここは阿部さんがユリアン戦、かなりきついんじゃないですかね。ユリアン戦やらせてくれって感じでしょうね、これね。これちなみに大変さんの、あ、いや大変さん、あ、ごめんなさい、ちょっと富永さん失礼でした、はい、あのリルキーユニアスといえば、はい、富永さんですけども、はい、どうですか富永さん的に、まあ、富永さんといえばユニアンイブキじゃないですか。まあ結構ね詳しいよね。ね、今霞須だけで、まあ阿部勝ちましたけれども、はい、どうでした、通して。これはもうタヌキが可愛いよね。タヌキ可愛いと。そう。あ、やっぱりタヌキに差出ますか。そう。あ、そういうことですね。やっぱり着眼点がやっぱり違う。そう。だってもう着眼点ですよ。つまりそういうことなの、ね。勝手にタヌキが走るっていうことは。まあ他はタヌキ出ないですからね。そうよ。さあそして相馬さんですね。これはやっぱりこう息吹を見てから誠を出せるというのはかなり大きいですよ。でそして このチームね、まことが大きなんで、かなりいびきに相性のいい2枚を出せるというのは大きいです。確かにこの後、この後相馬さんが、さあしかし阿部いびき相馬誠を圧倒しております。今のところ圧倒している。富永さんはこのアルイビキどう見ますか。この誠を使っている自分としてはやりにくいですか。これはね1番で、1番1番使ってるから。あ、聖地戦、そう、これ全然ある。まああのハイタニがかつてどこかの大会でやっぱりあの同キャラファイブを最初やった時あったじゃないですか、はい、プレクーペ、はい、であの時決勝って誠ファイブとエビキファイブだったんですよ。そうだした、そうだした。でハニタニが日が倒し終わったと思うんですけど、確か、はい、大将日がだったかどうか覚えてないですけども、そうそう、まあ、やっぱりあれを見ると誠エビキのキャラさっていうのはかなり感じますけどね、僕は。まあ1番使えばね、まあ成長戦ですね。2番は、2番は荒らさないといけなくなる局面が出てくるんで、はい、そういうことですね。2番だとキャラはどうですか。キャラさ的にはどうですか。 8-2 かな。 8-2 で、誠有利と、伊吹有利ですね。伊吹有利だと、そういうことですね、はい、強し、さすがに。さあここは霞須酒で削っていく。うまーい、削れてない。あー、ダメだけよ。これは阿部の勝利です。これダメなんだよ、ダメなんだ、阿部の勝利。ダメなんだよこれ。さあそして先に大将を引きずり出されたのはデコイチームです。最初デコイが、まあ今もはや関東の豪気といえばマッチかデコイかというところなんですが、そうね、誠が有利なのはトゥエルブとショーンだけ。誠は下から3番目です。さあその誠がいなくなってしまいました。まあ弱いからしょうがない。地方阿部に行きたい大将デコイ、苦しい戦いを。これでもあれですよね、やっぱりここであとデコイ大将で残り2枚の状況にしてる阿賀妻の先鋒戦勝ったことがやっぱり大きいですよね。そうだね、やっぱり、まあ、チュンリー戦が最後残っているっていうのはあるんですけども、3枚倒さなきゃいけない状況で大将と、ね、最悪ね、まあ、2枚なのがやっぱりだいぶ違うと思います。そうだね。さあそしてキャラ相性的には豪気有利なのではないかと思っているんですが、大パンから弱達勝利券、オクラセコパンからタシライパン、体力残空、体力リードしているのはミリーしないデコイの豪気、お互い火力があるから、ね、まあ、そしてこの単発技の判定強いようなタイプの技をばらまかれるのはかなり武器側嫌なんで、意外と技相性悪いねこれ、はい、だからこの体力リードを序盤で豪気側がつけるとかなり楽にはなると思います。そっか、投げる中足百鬼襲、勝利系タイク投げる、ここも一瞬待っている、足足中足、この単発でも十分ダメージは取れています。
バックジャンプ残空無理はしないで恋の動き、そして申告もありますからね。一応やべえ、このちょいちょい引っかかる中足が、これ中足先端長いんですよ。すえ中足先端長いんですよね。で、いぶきの中足も長いんですけども、やっぱりこれもね、この差し合いになっちまうとだいぶ不利だと思いますよ。やべえ、デコイさんのキャラ対やばくね。はい、そしてこれで SA で削ってもいいでしょうというぐらいの体力が近づいてきましたが、今後国熱山出る、ここは闇しぐれ、そして置き攻め、あったー、最後中車のデータ勝利、セットプレーに行けず、その隙を見逃しませんでした。デコイボーキー、やべ、俺らが試合か、次。いや、まだ大将、大将のことですから。大将、大将、タロキシ大将で、タロキシさん、そうだ、タロキシさんがいた。最後にちょっとトイレ立ちはだかるのはチュンリー。試合が近くなってるのに気づいてトイレ行きたくなった。さあ、ドミニーが次試合ということでスタンバイに行きましたと。まあ、チュンリー号機ということで、大平さん、はい、タロキチデコイなんですが、はいはい、デコイチュンリー戦どうですか。普通というか、あの普通以上に全然うまいと思うんですけど、逆に最近やっぱりチュンリー側がちょっと号機嫌だなって思ってるチュンリー多そうなんですけども、まあどうですかね。それこそ、マスとかデコイかっていう話がありましたが、実際まあ大山ではね、デコジやってますけど、それ以外とはほとんど号機ありませんからね、今は。さあ、まあ、逆に言えば殺してるレベルの高い号機とノジェで対戦する機会というのはあんまりないですよね。もう今は本当に大山だけですね、はい、さあ号機圧倒的優勢ペースだが、おー投げ返し。さあ、そして2本ゲージが溜まっている状況です。さあ、このデコイのチュンリー戦が今のところかなりうまくいっている。これはこれ1回でね、崩れちゃうのが豪気の怖いところですが、竜巻はあれ早いですからね、あれ。コアコア滅、体力逆転して前中盤残空からストレートに行きました。これはでもやはり先鋒戦の吾妻がかなり頑張りましたよ。いや、間違いない、はい、うん、あそこで枚数より作ったのはね、ここに響いてますね、実際ね。勝ったのはデコイソーマ、アガツマチームでした。じゃあ準決勝いきましょう。ここですよ、キング対決。さあ、ボスヨモダモデル VS 富木にです。キング対決ですね。お前負けたらすぐどっか行っちゃうんだろうな。これは、はい、ボスヨモダモデルチームが勝つと、はい、私と富永さんが嬉しい、そして、富永さんのチームが勝つと大変さんが嬉しくって、富永さん複雑な気持ちになるという。ただ、だから実際どうですよ、これいい勝負だと思うんですけど、ね、かなりいい勝負ですよ、うん、かなりいい勝負だと思います。マジ面白いと思いますよ、これは。決勝でもおかしくないカードです、本当に。そしてですね、この面白いのが、はい、やっぱこうモデルの使いどころが大事なんですけれども、間違いない、すごくやっぱりね、はい、このカードが生きる、モデルというカードが刺さる、なるほどなるほどなるほど、組み合わせだと思いますよ。先方読み合いかなり、これはかなりヨモダとボスとモデルがですね、こう、うん、かなり今相談してます。マジでモデルの使い方一つで変わります、ね。まあ、今相談してる風に見えますけど、今日どうする、マジこの後飯って言ってる可能性はあります。あそこでも焼肉話してんの、はい。マジかよ。まあ、やっぱりね、に、あの月1マニアックスの日の大山ニュートンで焼肉の話をしてる人間というのはかなり多いはずなんで、まあまあサンキューっていう名店が近くにありますしね。はい、国富も試合だよ。先方読み合いはかなり難しいです。これさ、申告はもう富永のチームは行っております。さあ、誰なのか。 1P 富永国見もら、そして 2P がボスモデルよもらです。さあ、チームメイトがいないと。どこ行ったの、みもちゃん。国さんと、そしてみもらさんですよ。国はさっきトイレ行ったの見たけど、みもちゃんどこ行った。まあ、多分一人で勝てってことじゃないですか。マジで富にしかいない。あ、みもちゃん来た。さあ、みもらが戻ってきましたね。さあ、国も来ました。
さあ先方誰でしょう。さあ先方対決です。座っているのはボス、そしてワンピー側富永、ボス先方、そして富永、あユン出してくる、そしてボスユン対富永誠です。これはどっちの読み合いだったのか、トミニーはマジかとちょっとびっくりしてるが、先方ボスはかなりびっくりですよね。あなるほどね、国はこのボス戦法を読んでの富永誠だということです。まあ、さっきの4戦の動き見てればね、はい、問題ね、あのボス問題なさそうですからね、てかクオリティ。さあボスのユン対富永という形になりました。この2人は当然ながらかなりの数をやっております。はい、さあポイントポイント見ていきましょう。まずは中盤でイエリフレームを取った後に歩かせないあたり、これはボスはしっかりしている。浮いちゃってた。さあ位置を入れ替えて歩き中継2回、ジャンプ台系からの投げは抜けている状況は富永。大劇中裏回って鉄はマルチ。ゲージ管理だよな。さあ今のはジャック系ブロラセ、当然入らない。鉄3個浮かせてしゃがみ中盤2勝、ゲージも回収中継、そして画面端も入れ替えてセーフティーリード。大パンチェスト裏のタク壊し下ろしで立ち台系2勝も潰すか。さあ次の芸人がちょっと遠いぞボス、ダッシュ投げ、これが入って KO。 1ラウンド目は富永溜まる前に行きましたね。さあラウンド2、コパンで落とす、前方選手は回避、ここもコパンで落としてテさん、おー空対空ことごとく勝って、ゲージ発動して鉄残光、判定が強い。前中継大パン、大鉄中鉄打開でしょう。裏回ってない2勝、折れたかもだが大丈夫か。ここはしゃがみライバー、しゃがみライバー2回、はい、当たらない、緊張系がイメージだったんでしょうね今。なるほどね。さあこれは残りますが大丈夫か。さあこの、あこの状況だし非常に落ち着いてる。いやーっと立ち台攻撃、いや今のは上段攻撃しか食えないんです。リバーサで打ったので上段を透かして下からぶん殴ったが、今のやべえな。相打ちでした今、どっちだったろう。あしかしこれはさんから打開でしょう。もうすぐ落ち着いている。チェストバラクサ、これは入らないですと、入らないがチェスト、さあスタンチ余っています。やっ、あったー、これはあの日を思い出しました。この一瞬で私、あの杉山ネクロスペシャルと言われた男富永、まだ分かりませんよ。 EX ミッション男富永スーパーボススペシャルです。これはスーパースペシャルボススペシャル、名シーンが、新たなる名シーンがこのサードストライクの歴史に刻まれることとなりました。ガラクサ大パンガードさせ EX ジェスト、素晴らしいシーンが本人杉山をコメント欄でニヤニヤしております。よくやってくれた富永と、やめ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 、配信終わり、いいよもう、スーパーアルティメットボススペシャル、いいもうやめよう。皆さん杉山ネクロスペシャルに続くスーパーアルティメットボススペシャルが出ました。いやまだ分かりませんよ、チーム戦ですからね。これは国、非常に重い空気の中ボスとの対戦になります。だがしかし先ほどショーを倒しているボーイ、あ、当たってるか、を倒しているこの国です。まあ、大将に4まだまで残っている状況ですから、国相当頑張らなければいけない。前中継を重ねる、前中継高めの中盤へ、中盤2勝、回収もしっかりして項目入ってる、中足ゲージが溜まって壊し足固めて、これは残んない、高い絶勝で決まっている、ぴったり。サーボス拾った命ですが非常に冷静です。まあやっぱりこの向こうのミスで勝った試合なんですけれども、ちょっとね、あの勝った方もやっぱり
気持ちを切り替えていかなきゃいけない。まあまあそうだね。また違った、超引き締めないという感じだね、ちゃんとね。うわぁ無理やり来ましたね。国は変わらない。投げる。壊しに来たが、前入れているの。金コパにならなかった、しゃがみコパだったんですかね、今。ちょっと距離が…あ、高村やる。素晴らしい試合です。ファイナルラウンド。ユンガーの牛耳がないうちにクリがいけるか。ブロってる。カドレージ重ねてく。ダッシュ投げ狙いますね。中継ダッシュ投げ、そしてタッチライター。クータイク勝って、やった。中継からファイジャンプキャンセル圧の。さあこれちょっと拾いにくいか。ガバしてる。さあ非常に落ち着いてるか、はい、ボス。ゲージが少し足りない。チェア選手を無理やりこじ開ける。おーっと、大大の台が当たる。大足。さあゲージが欲しい。これは重なるか。ブロックだ。チェア届かない。鉄底を前中継。ハローゲン。あやった。ゼモレシジャガリチューバーでしょ。勝ったのはスーパーアルディメットボススペシャル。そして大勝美も流れてきます。何この試合は。先方スーパーアルティメットボススペシャル対大将ミモだ。絶対俺のせいだよなこれ。もうほんとやだ、ほんとやだ。もうこれもう配信もうやめようけど。さあ先方はスーパーアルティメットボススペシャルボスです。やだやだやだ、もういいもういい。トクラもういいよ。大将ミモだ、もういい、休めトクラ。先方大将戦です。ドミニーはミモちゃんを応援してください。でもまあ、さあジャンプ台系中台大。でもこの男ひっくり返したのせい。鉄3発動してありますからね。ジャンプ浮いてしまった。あーしっかり拾ってスーパーアルティメットボススペシャルボス。うまいですね。しゃがみスーパー最低空で投げをグラップしている。いやー弱点 EX 選手。素晴らしい判断。ボスが乗っている。乗らせた男もここにいる。テさん、コパンカラクサ。さあここ使うか。ダイパンに入っていく。おーいっぱい。ダブルで来ました。カラクサからのカラクサ。EX チェスト。あっと中盤シンプルにいったビモラ。これのアドバンテージ回復はでかい。いい形でファイナルラウンドです。おっとガチクルだ。ダカチェスト。チェストはこれはガラスティル。お互い高まってんな。雷撃手、まあ先ほどからまあ対応しているあの雷撃手ですね。そうだね。さあこれは高い。中でさ、重ね起き上がり。中盤コボク発動していい。弱形で固めていく。まあ S で投げ。おっと投げ出たのか。さあまだありますよ。中盤次のタケですね。まあ今のはかなりミモの勝負手だったんですが、まあ今のも一発当たっているわ。確認してる。まあ、これボス一発当たらないですからね。あーここはかくらない。スーパーアルティメットボススペシャルボスの勝利です。3打点非常にうまかったですね。あの雷撃中雷撃か大雷撃かちょっと見分けがつかないんですが、ボスの強さが出た試合。さあこれで決勝進出は、まずは1チームボスモデル、ヨモダボス、はい、じゃあ2試合目いきましょう。甲子園あるか KM VS 吾妻相馬で来い。いやー名勝負しかなかったんですがね。そうですね。結果ボスの3立てというね、はい。うん、まあでも今日のボス強いっすね。強いっすね。3ヶ月ぶりとは思えない動き。マジで本当にフォトレンとかしてない。さあ見ていきましょう。準決勝第2試合です。勝った方が決勝進出なんですが、これちなみにこれ三村さんの記憶、ごめんなさい大変さんの記憶で、はい、この6人の中で決勝踏んでない、はい、こう初決勝勝ったら初決勝っていう人います？多分ね、相馬さんと。あ、相馬さんもそうか。吾妻は一回国が連れてってるパターンがあります。あ、甲春さんは昔はあるだろうけど最近はどうかな。アルカさんも一回ぐらいあるはず。
相馬さんはほぼほぼないですね。オッズです。どうでしょうね、逆に言うと、なんだろう、攻守あるか、はい、ゲームチームは、はい、結構まあチーム力というか、まあ、全員そうですね、で割とチーム力っていうのに対して、あ、相馬がつまでこい、割とってこういう OG が引っ張るのかなっていうイメージは、相馬誠対アルカの竜というカードです。はいはいはい、お互い SA は1位、これなんとクーペ優勝した対決ですからね。アルカ、相馬、2人ともクーペ優勝します。最近はこっちにちょっと仕事できて、はい、ゲームもできていると。うーってくる、無理やりこじ開けましたね。さあ真空流のアルカ、そして正中線5段突きの、相馬誠です。まあ元々剣使いなんですけども、そう、まあ、近年は誠にキャラを変えて、これ僕が初めて相馬くんと対戦したのあれですかね、ヤバン、あ、ババンパクです。バの方で、ね、ヤじゃない方、1回目ババンパクです、はいはいはい、さあここは真空で締めると、紫の剣といえば相馬なんですが、今は誠にから変えています。まあ片やアルカさん、もう今や真空流といえばこの人です、はい、さあ電人の世間情勢の中、ノーキャンになっちゃったのはセーフ、つながるつながる、持続とかになるかな、あ15数バクスでかわすが、アルカ落ち着いている、前入れてましたね。まずはアルカ流、さあそして先方戦勝利したアルカは次方アガツマを迎えます。誠に、あ、これちなみに大変さんリュウユリアンは、はい、気持ちとしてはどうですか。真空だったらユリアンだいぶ気は楽ですね。やっぱりワンブローなんちゃら系の火力、まあ速攻からもとありますが、電人よりは全然あの読み合いが増えるのでだいぶやりやすくイメージはあります。代わりにあとはまあ真空てか灼熱の癖ですね、あの辺での固められをどう考えるかというところですが、荒川さんの場合はそれに加えて非常に本人自体がスピーディーな攻めをするので、ユリアンがどう受けるかという意味です。まあユリアンが結構崩すの難しそうなカードですよね。はいはい、あ、今名前は直します、お待ちください。さあヘッドから中盤、うわー、しゃがない速攻で、さあ画面端が近い、さあガツマ今日調子いいですよ、かなり動きいいですね。先ほどから、まあ、大きい仕事連発しております。あーいい位置、そう中足竜巻あの距離でも入りますね。これはあっと今のダッシュを通させないのがあるから素晴らしいところ、しっかり中盤振ってましたね。このやっぱり前ダッシュをしたいなって相手が思うところを封印するっていう動きが、まあ、かなりこの近年のサーブやる勢に浸透してきてるなっていう動きの一つですよね、はいはい、特に誠戦多いですけれども、今のジャンプ台系あの入ってる状況だったんで、これは難しい、アルカ非常に落ち着いている。まあこういったやっぱり落ち着きを見せられるとちょっとまあやりにくいですよね。さあこれは配置盤で落としていい位置、アガツも踏ん張っている、下ブローから素晴らしい下ブロー、垂直ジャンプ台形ランドも取れず刺さって連発はきつい、これかなりいいですね、最後の一発で一本見えたの で、ね、大攻撃で倒してかなりやりやすいですね、しっかり溜まっているということです。投げるアルカ、これは冷静です、リープしっかりここ当てて次のゲージが欲しい、ゲージが見えたか、さあユリア抜けられるか、さあこの投げ連発が、さあもうまたしても入れ替わる、灼熱当たってしまう、中央に戻しておりますが中足真空波動確認してる、 EX 波動拳、さああるか立て続けに勝利2連勝です。さあ 2P 側デコイ大将で踏ん張れるか、まあ、先ほど、マガツマが1枚倒した、おかげで2枚、残りデコイ大将という状況で、はいはいはい、勝ってきたわけなんですが、さすがにこの3枚残している状況というのはやっぱり大将としては、まあ、かなり精神的にも削られますから、豪気とはいえね、剣馬チュンリーもいますからね。さあ構成としてはまたしてもこれはチュンリー含んでいるチームとの、対戦となりますから、はい、まあこれアルカに勝ったとしても攻守、のチュンリーがどこかしらで対戦が発生するという流れです。あっと開幕でこの3段半分減っている、
あれもね、こっからは崩れにくいのは豪気なので、まあ、レコイの豪気はここからですね。普段ね、慌てなければこういうところからしっかり立ち回れるプレイヤーなので。しかし前捨てを許しませんが、アルカ側がやっぱり地上戦がやっぱり大事に得意にやってきているのがアルカさん。そうだね、これはリーチかかりました。なのでアルカさんに時間を持たせてゆっくりとプレイさせてしまうと、アルカさんのいいところが出やすくなっちまうんで、はいはいはい。さあ赤ブロー取りいったか、まあ、同じ土俵で戦うとちょっとでこういうやりづらいかもしれない。これはうまいですね、しゃがみぐらいしっかりダメージ取って、おっとこれはクニーズムやってきた。100球は高めにガードを投げています。怪しい、それはちょっと勝負いった竜巻だったか。これ画面端も取れてますからね。円柱形でかわす、どうなる、アルカ勝てば3立てです。大パン波動確認してますね、今のゲージが溜まってますからね。新カードのゲージが溜まっている状況、壊し壊し壊し、時間だけブロッキング、最後ダイヤシー届きました、アルカ3盾、準決勝で3盾です。しのぎましたけどね、うまうだなデコイゲーム。いやそうですね、終わったかと思いましたが大変だ。はい、じゃあ決勝行きたいと思いますので、じゃんけんお願いします。まあボスモデル4もだね、挑むって感じになりますね。 KM アルカ光春、さあ先方の方、兆候お願いします。あ、スタンプありがとうございます。はい、準備の方できましたね。2022サードマニアックスボリューム19決勝戦、盛り上がっていきましょう。さあ先方は、アルカ、対するは、あ、全部ずっとボスなんだね。決勝トーナメント3立て3立てできてるボス。さあ先方戦はアルカのリュウト、ボス剣いってみましょう。さあ開幕仕掛けていったなボス。さあアルカも調子いいですよ。地獄車投げグラップ、さあ一旦中央に戻したいところだが、中大 TC から波動陣雷、さあ大きくリード取ったらボス、 PA から中足、中足中足と1ラウンド目ボス。ラウンド2、ダイヤシTC から EX 波動拳、サッパーも使って EX 即答の後は大竜巻、置き攻めは四隅 EX 昇竜、大パン昇竜仕込んでいる。さああるか取り返して11、さあバックステップ早い、中足 EX 波動拳、さあ真空波動で距離は大竜巻で縮めていく、地獄車画面端背負わせて中台から大足、すごいプレッシャー、灼熱中足
真空 EX 波動、あ、EX 竜巻、さあアルカ踏ん張りましたよ。この一勝はでかい。先方先制したな、アルカ流。さあモデルとヨモダ、さあ中堅は座ったのヨモダ。小足からの出し投げ、ストレートブロッキングして大胆の脇、コアポが大勝利。 EX ソフトをちょっと決め打ったところに EX マシンガンからジェッパーダート、 EX マシンガンダート TC フォークまで、さあ鎖骨一発目、2発目ブロッキングですね。2発目でした。さあラウンド2、さあ中央見合いから大足、EXマシンガンジェッパで締めてパーチチューパンシンク、お見事。EXマシンガンの後はダッキングアッパーコーク、壊し重ねて、さあストッパーとしてしっかり仕事しましたヨモダ。え、中堅は KM 剣、 KM が中堅。これいい試合なんだよな剣だと。さあ、コーシュンとモデル温存ですね、両チーム。チュンリーを最後に残す。さあ、中堅戦行ってみましょう。さあ、ちょっと KM のダットリー戦見たいですね、僕も。しかし、バックジャンプ。歩いていく。タッチダイパンあんま使わないっすね。こわこわブロッキングタッチチューパン陣内、お見事。さあコパン大勝利、コパン、おおね。さあアグレッシブに大足からスタート、コークダート、ブロッキングして大パン中小竜陣雷。さあ表裏いったか、タイミング合わずタッチ中パン陣雷、これもお見事。カラジャン投げはグラップ、ブロブロ、おお完全攻略に見えるぞ。おおお見事、ダットリー戦のお手本みたいな試合でしたね。 KM 剣が勝利、完全対応に見えました。さあ大将モデルチェンリー、さあ先に大将引きずり出されてしまったな 2P 側。さあモデルチェンリー、ハッケー追っかけるがニュートラ台形の使い方がうまい。さあ波動抜けている、中足バリア、さあ大パン大パンとゲージも溜まっていく。
カラジャンリープ、仕掛けていったな。ゲームコアコア3つ、ナイスガードでした。モデル舐められば負けよ。ラウンド2、陣内まで決めて、さあ見づらい中大昇龍、中和昇翼、ハッケー。さあここは何としても取りたいな。ゲーム中和陣内、さあどうする、歩きブロー、歩き投げ、落ち着いてる。さあファイナルラウンド、リーチがかかってるな。ボス4もだ。モデルチーム、さあモデル後がない。ニュートラ投げから EX バード投げていく。さあヒリヒリする展開、中足もよく集中しております。モデルチュンリー、これで大将戦となります。さあ大将はゴーシャン。さあチュンリー対決となりました。今日のマニアックス決勝戦、大将戦。さあ赤い方ゴーシャンです。グレーの方がモデルチュンリー。さあゴーシュン若干リードに見えるが、猫番猫番破産リープ中足、大パン中足を泳ぐ、集中しております。モデル食べられば負けよ。Prepare to strike now。 さあ逆に優勝へリーチ、さあ3段入って強欲大パン追い打ち、ニュートラどうした、このラウンドは取りたい。コーシャン、ちょっと何をね、おーっと砲翼リーポー翼、モデル頑張りました。優勝はボスよもだモデルチーム、おめでとうございます。コーシュン、さっきの 何ミスですか。そうですね、スピニングバードキックミスしたらしいです。まあ大会なんでね、しょうがないですね。はい、おめでとうございます。優勝したのはボスモデルよもだチームです。めちゃくちゃいい試合でしたが、優勝最後モデルが締めましたね。はい、じゃあちょっと、インタビューしますので準備します。お待ちください。
はい、それではちょっと優勝の優勝者3人ちょっとこちらに並んでいただけますか。やります。モデル、あいつタバコ吸いちゃったかな。ちょっと優勝インタビューがあるから頼むで。いやもうな、決勝戦はあんまいいとこなかったっすね。そうっすね。いやボスさんやってないのにマジ強かったっすね。本当に意外と。はい、ちょっとカメラ準備しますのでお待ちください。まあよもだからかな、開幕は。ちょっとまだね、まだね、ちょっと待ってね、ちょっとカメラ準備するんでお待ちください。え、何？いやボスさん、俺がチームを、カメラいけますかね。少々お待ちください。正面がカメラなんで、こっち見て喋ってもらえれば。もうちょっと向こう行けるかな。気持ちで、ボスさんが気持ち向こうで、もうちょい向こうですね。はい、 OK です。じゃあ切り替えます。じゃあまあまあ締めたモデルを最後にするとして、まあ世もだから、じゃあインタビューどうぞ。はい、あっちカメラ、あっちね。どうも。今日はあんまり何も活躍してないんで、あんまり言うことないですけど、まあちょっと倒したかな、ちょっとぐらい。まあでもね、あそこ見るとやっぱボスボスってなってるし、最後モデルが締めてるから、なんかまあ、そう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 、まあまあまあ来月頑張ろうか。そう、味方が強かったっすね、結局ね。来月頑張ります。お疲れ様でした。お疲れでした。はい、ボスさん。はい、どうもありがとうございました。ボスさん、あんな3ヶ月ぶりにマニアックス来ますみたいなツイート、前振りだったじゃないですか、完全に。いや本当、ちょっと保険かけといたんですけど。マジか。いやでも全試合がなんかもう本当死闘みたいになってましたね。誰とやっても二度とくらいの勝負になって。本当にギリギリ勝ったけど、逆にね、その根性値は本当にさすがだと思います。いや大したもんです、さすがの活躍でした。まあでも勝ってよかったです。はい、おめでとうございます。そしてモデルチュンリー、カメラあっちね。はい、結構ここなんか仲良く組んでるイメージあるけど、こういう風に決勝を締めるのはあんまりないんじゃない。あ、そうですね。なんか結構なんかいいとこまで行くんですけど、はいはい、なんかあれなんですけど、まあ、今回順番考えてちゃんとやったら優勝できたんで。まあとちょっと、あ、そう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 、 あと一つだけいいですか。はいはい、カナダの友達にちょっと。どうぞどうぞ。タクヤ優勝したよ。タクヤ見てる。タクヤってこの間のアレックス。そうそうそう。あ、はいはいはい、自由が丘でね対戦してくれて。タクヤ、ボスさん今までありがとうございます。いや、素晴らしいチームでした。ありがとうございました。おめでとうございます。今日はね、インタビューはちょっとモデルにお願いしたいかな。あのいつも渡してるパンフレットのあの表紙のインタビューだけど、今日締めたのはモデルだし、ちょっとインタビューしたいかなと思います。後で連絡します。